1> 第1、第3、第2、愛知県運転免許試験場。愛知県運転免許試験場は、愛知県名古屋市天白区平張南にある、愛知県警察交通部管轄の運転免許、試験場である。所在地の地名から平張試験場と呼ばれ、単に平張と呼ばれることもある。新聞1、愛知県の運転免許試験場の一つはかつては、名古屋市中区にあり、試験場が平張に移転後、 休養地は、名古屋市交通局の名城工場に転用されたが、同工場は2004年に閉鎖された。旧愛知県自動車運転免許第1、試験場跡地旧愛知県自動車運転免許第2、試験場跡地臨時停留所アクセスとしては、自家用車を用いて試験場内の駐車場に停めるか、公共交通機関を用いる方法があるが、2018年1月から2021年春までの、 期間に限っては、蒸気の工事に伴い、校内駐車場については、車椅子用駐車場及び二輪車用駐車場以外は、すべて閉鎖されるため、公共交通機関を利用するよう案内している。w e b にまた、名古屋市営バス、平イラバリ11系統と、徳重11系統について、試験場が免許更新業務を行う日の始発から18時に、限って、 瓶の増発及び試験場内に新設された停留所への乗り入れが行われている Web3。ただし、中日新聞の報道によれば、周辺地域においての無断駐車などに対する苦情の件数は月50件程度あるといい、県警により随時パトロールが行われている新聞に、また、周囲には民間による駐車場が新設されたり、インターネットを利用し、 民家の駐車場を一時貸しするなどのサービスが行われたりしているという新聞に公共交通機関を用いる場合は名古屋市営バス平張り運転免許試験場停留所または平張り住宅停留所を利用するか名鉄バス平張り運転免許試験場停留所を利用する方法がある Web1 市バス 平イラ運転免許試験場停留所は前期の通り敷地内に所在しているが、平イラ住宅停留所については、徒歩約5分、名鉄バス、平イラ運転免許試験場停留所は、徒歩約2分の場所に所在している、ウェブ1、市バス、平イラ運転免許試験場停留所を通るバスは、地下鉄鶴舞線平イラ駅、または、地下鉄桜通線、徳茂駅から、名鉄バス、 平イバリ運転免許試験場域は、名鉄名古屋本線成海駅からそれぞれ運行されている、ウェブ1。また、平イバリ住宅駅のバスは、名古屋市営地下鉄名城線、桜通線新玉橋駅、または、名古屋市営地下鉄名城線、鶴舞線、矢事駅からそれぞれ運行される、ウェブ1。受付時間は、 平日は8時45分から12時及び12時45分から15時まで、日曜日は8時30分から12時及び12時45分から15時までの間である Web4? なお、愛知県内の25カ所の警察署と5カ所の幹部交番でも平日に限って免許の更新は可能 Web4? ただし、当資県上に近い名古屋市内14カ所の警察署及び 愛知警察署、東三河運転免許センターに近い豊川警察署、新城警察署、豊橋警察署、蒲郡警察署及び、空港島にある、中部空港警察署については免許更新業務を行っていない、Web4。試験場の駐車場閉鎖に伴い、各警察署において手続きする更新者が増加しているという、新聞に、指定自動車教習所卒業者の場合、 曜日や時間によって申請できる教習所が分かれている。そのため、いつでも受付しているわけではない。ただし、愛知県外の指定自動車教習所卒業者については、13、14番窓口にて対応するため、この限りではない。コースは、自動車用コースと二輪車用専用コースの二つのコースが設定されている。受験可能車種は全車種受験可能。Web 編集新聞、編集文献、編集、ありがとうございます。